岸久氏は、日本のバーテンダー、スターバーのオーナーバーテンダー、日本バーテンダー協会会長、東京という衆議能者、現代の名校、銀座社交良院協会副理事長、銀座バーテンダースクール校長。1965年、東京都に生まれる。大学時代にアルバイトを行ったことで、バーテンダーの世界へ踏み込む。銀座の開園生死にバーで修行をした。 1996年国際バーテンダー協会世界カクテルコンクールで日本人としては初の世界チャンピオンになる。2000年に東京都銀座一丁目にスターバー銀座を開店。スターバーはイギリスの業界誌であるワールズベストバーズに掲載されるなど日本国内のみならず世界的にも有名になり NHK 総合テレビジョンの情報、ドキュメンタリー番組、 プロフェッショナル仕事の流儀でも取り上げられる。2008年には、現代の名校を受賞。バーテンダーとして、現代の名校を受賞したのは騎士が、初となる。2012年、日本バーテンダー協会の会長に就任する。2018年、期間店として、東京ミッドタウン日比谷3階に、スターバー日比谷をオープンさせ、話題となる。ありがとうございます。